久保さんまあ、全然進化しないですよね。まあこのね植物もね日々成長して進化してるのにね人間はなんで成長しないんですかね <laughs>。まあ最近あのこの植物のね成長を見るのが僕のあの趣味の一つなんですけどいいです100均でいい趣味ですね <laughs>。安いし <laughs>。まあ毎,毎朝起きてねなんか成長あちょっと 大きくなななったかなみたかみいなね <laughs> あの見るのがちょっと趣味になってきたんですけどいいですねうん非常にあのだから9個ぐらい買いましたよ100均で <laughs> まああのある程度、まあ、あの人間っていうのはその例えばあ身長が大きくなるとかあの目に見える外見の成長ですよね女性の方だったら胸が出てくるとか ね、生まれた時は胸出てないですよねでも成長する過程で胸が大きくなったりとか、まあ、もちろん、うん、出ない人もいますけども、あのーまあ、身長は、まあ、身長も伸びない人もいるんですけどまあまあまあ外見的な成長っていうのは、まあ、していくわけですよ一般的にはねだけどこのね脳の進化っていうのはあのー、やっぱ勉強しないとしないですよねうんだからあの大事なことっていうのは 脳を進化させるっていうことなんじゃないかなと思うんですよ。脳を常にアップデートしていく。うん。だ結局、その人間の成長って、例えば、あの身長に関してまある一定で止まるじゃないですか。久保さんが今、毎年ね、1センチ伸びてます。今、180ぐらいあるみたいですけど、じゃ久保さんがもし毎年1センチ伸びてたら、そのうち200センチになるだろうし、2メーター超えになるだろうし、まあ止まりますよね。でも脳は止まらないですよ、勉強すれば。いくらでも、あの、進化できるんですよ。 だから人間が唯一優れているもの他の動物と違うところがあるとするならば脳を進化させることができるというところですね例えば猿とか進化できないじゃないですかもし猿が進化してるんだったら今猿がロケット作ってますよ猿がロケット作れない理由っていうのはあれじゃないですか脳が進化してないからじゃないですかどうでしょうか進化のスピードまあ進化はしてるかもしれないけども、うん、スピードは遅いと思います どうなんですかねそれは、その猿の研究者じゃないとちょっとわかんないですよ ?300 万年、500万年前の猿の脳と、今の脳の進化してるかもしれないですけど、ただ、唯一事実があるとそれならば、猿は新幹線を作れなかった。猿はあロケットを作れない。猿はう飛行機作れないし、なんだ、宇宙船作れないし、宇宙船じゃないか。<laughs> まい、あ、いや。<laughs> まあとりあえず作れないですよね。作ってないですよね。車作れてないですよね、猿。 っていう事実があるわけですよじゃあなんで人はそういうものを作れたのかっていうと脳をあの進化させることができたからですよね学んで常に学んでいろんな科学を取り入れて発展させて人を発展させるとでこれができるのが人間唯一の、まあ、知識と言われるものですけど考える力ですよねでその考える力脳を進化させないんだったら何進化させるんだって話でやっぱりその時代は変わってるわけですから あのー、やっぱ、考え方も変えていかないと、まあ、取り残されていく、うー、と思うんですよね。で、そうそう。僕はね、面白いなと思ったのが、久保さんのその動画で、あの、PayPay の動画が最近アップしてるじゃないですか、運用の。で、その出てきたんですけど、あ、久保さんチャ、チャレンジコースじゃねえんだ、みたいなね。<laughs> なるほどね、みたいな。スタンダードコースとチャレンジコースが PayPay ペイペイがあって、いや、これもやっぱね、面白いなと思ったんですけど、 あのー、僕はチャレンジコースなんですよ。で、それはなんでかっていうと、動画のねあののー、動画のネタとしてチャレンジコースの方があの振り幅が大きいので、まあ、見栄えがいろんなことでもう,あのもう買った、もう買ってないみたいなね、なんかできるなと。ただ、久保さんはやっぱ投資やってるので、まあ、しっかりと着実に上げる、運用していくっていうところで、スタンダまあ、なんでスタンダードを選んだのかちょっとわからないですけど、まあ なんだろうな。まあそれもすごいなと思います。だからこれも考え方じゃないですか。2つ、2つの選択があって、久保さんはスタンダード。で、僕はチャレンジコースなんですよ。で <laughs>、まあ久保さんはもうチャレンジしなくてもいいのかわかんないから、あれかもしれないですけど。 うんだからこれも久保さんの多分考え方があると思うんですよね、2社卓越、まあ。考えてるのかな分かんないですけど、2、ま、社、あ、卓越ですよね。チャレンジコースで運用するのか、スタンダードコースで運用するのか。それは久保さんの考え方があってと。僕は動画のネタとしてももはややるので、チャレンジコースの方があの振り幅が大きいんで、ああ、だっこだ、言えるっていう。損したみたいなことも言えるし、もう勝ったっていうことも結構振り幅大きく言えるんじゃないかなっていうところで、まあ、今やってますけど。 そうで今日もこれからね、またその動画撮るんですけど、今日の運用みたいなね。今日はね、100円ぐらい儲かってましたね、多分130円か。そう。まあ、これは今日130円儲かってるだけで、<laughs> なんだ、<laughs> 明日にはわかんないですけどね。うん。うまあ、1年間運用してどうなるのか、チャレンジコースで1年間運用したらどうなったのかっていうのをちょっと撮りたいので、まあ、それで、まあ、自動車税払えたらいいよねっていう <laughs>。 うんうまあ、目指す的、僕はゴールは PayPay ペペの運用で、えー、自動車税を賄うっていう <laughs> これをちょっとやりたいっていう,、うん、そうあとね PayPay ペペ面白いなと思ったのがあの僕クレジットカードでしかチャージしないんですよねでクレジットカードでチャージしたお金って運用できないんですよマジかみたいなだ現金で入れたから なんかペ、まあ、これも、ちょっとこ、なんだ、PayPay 金額と p a y p a y l だったかな。だから、その現金で ATM で入れたやつは PayPay ペペのお金なのかな。それは多分入れられるんですよ。ただ、クレジットで、えー、チャージしたやつは運用できないっていうね。ああいう、マジかみたいな。これ運用できたらね、結構抜け道、まあ、その抜け道みたいなもんですよね。<laughs> 金ないけど、現金はないけども、クレジットで金作って運用するみたいなね <laughs>。それはできないっぽいですね。 だから、まあ、あの僕、ボーナスーを自動追加して、ボーナスだけでやってます。現金を入れたくないですよね。現金で ATM で僕はあんまり入れたくないので、まあ今、そう、Yahoo のクレジットカードと連帯して、この前、その、えー、本人確認して僕は青バッジついたんですよ。で、青バッジついて、今、クレジットカードから25万までマックスあのチャージ、一瞬でできるので、わざわざ現金を下ろして、ATM で現金を入れるっていう、まあ、 さすがに25万も毎月使わないので、さすがに僕も。まあ25万のチャージできれば十分かなっていうところで。なんでまあ、あの運用に関しては、あの、クレジットもポイントつくんで、クレジットでチャージして、クレジット決済でチャージして、クレジットにポイントも貯めて、で、チャージして、で、そのチャージ、ペイペイのチャージで買い物をして、で、その買い物したナンパーの このリザヤを自動でボーナス追加して運用していくっていう感じでやっていこうかなっていう思いますねうんだからまあえっ、ー、と PayPay ペペ運用に関してはまあ1円もかけずやるっていう久保さんもボーナス運用だとは思いますけど、うん、まあなんかそういうなんかあのお金に対してお金のリテラシーに関しても、まあ、あのなんかやってみて考えてみてあのやってなんかいろいろこう すするってことは大事ななんじゃないですかね今そういうのがあるわけですから。うん、だからねあの、楽天ポイントも運用があるんですよ。で、これ今、まあ、表上に出てる数字ですけど、楽天の方が長くやってるわけですよ。ね、しかも信用度に関しても、PayPay ペペなんかここ数年じゃないですか。楽天なんかもずっとやってるわけですよ。で、楽天のポイントも運用できるみたいな感じでやってるんですが、これすごくて、今、楽天ポイントの運用400万人ぐらいいるんですよ。 てて表示されてるんでですすね万人よいや、このスピード感覚すごいなと思いますね。だからやっぱ、Yahoo のね、営業というか、その、この促進力はすごいなと。だから僕、楽天ポイントは運用しようと思わないので、やっぱ PayPay ペペはやっぱあれなんですよね。これは本当、これ PayPay ペペのうまいとこだなと思うんですけど、めちゃめちゃバックしまくるので、やっぱ、もう楽天ポイントよりもバック率が半端ないんですよね。 だからやっぱバックすればするほど余るからその余ったやつを運用してもいいんじゃないかなっていうその追加だからあれもポップでねあのボーナスをあの多分先々月ぐらいから出し始めたと思うんですよあのボーナス運用自動チャージみたいなだあれすごいっすよねだからやっぱねソフトバンクの営業はすごいっすね <laughs> <laughs> うんすごいと思いますよ。だって僕もそれにはまってるわけですから。うん。いや、あれの、まあ、これから、まあ、ね、やペイペイの利用者数っていうのはどんどん増えると思いますし、その余ったお金をどんどんその運用にこの吸収してって、で、結局その運用益、まあ、お金は、だからこれもお金のその、なんだろうな、すごくうまい回し方というか、買い物させ、まあ、めちゃめちゃお金配るじゃないですか。あまあ ペイペイっていうお金、ペイペイっていうマネーでその還元するじゃないですか。で、じゃあ、ペイペイがいっぱいもらえるから、つってその、ヤフーを利用したりとか、そういうのが増えるじゃないですか。ね。で、それで決済データも収集できるし、決済データ、その、クラウドにね、誰がどこで買ったっていうデータもめちゃめちゃ抽出できるし、じゃあ、その抽出ができたら、そのピンポイントでね、広告出せるしね。うん、<laughs> で、まあ、それでまた売り上げ取れるしね。 だからそのま,まず、圧倒的にペイペイのお金をばらまくことによってデータを取れる、でこのデータっていうのがそのピンポイントで広告を出せるようになるっていうデータにもひも付けできるだろうし、でなおかつその、p a ペイペーがいっぱい来るもんだから、その余ったお金を今度、じゃあ運用してみようかなってなるので、大衆心理としては。だから <laughs>、配ってるけどもう回収してるっていう、これ、すごないですか めちゃめちゃ配ってるけど、その配ったお金をまた回収して、それでまた運用しちゃうっていうね。これ本当にね、僕すごい仕組みだなと思いますね <laughs>。これやばないですかだからこれもう本当魔法ですよ。お金めっちゃ配ってるよ、還元してるように見えて、その還元をバンバンすることによって、またその還元したやつをこっちに戻して、それで増やしてってっていう運用に使っちゃうっていう。これはね、すげえなと思うこの仕組みはすごいなと思いますけどね <laughs>。 それは、ソフトバンクなんか5兆円いくだろうなっていう。なんかその、まあ、もちろんね、5兆円行ったのは PayPay ペペの、なんだ、そういうものではないですけど、そのなんか、営業というか考え方というか、なんかすごいですよね。うーん。今後、あれだと思いますどん、また還元率、またねペ、PayPay ペは、まあ、またばらまく、また100億円キャンペーンとか、いろいろなんとかキャンペーンあると思いますけど、随時ね。いや、この営業はね、また見物ですね。 どういうふうにそのユーザー数を獲得していくのかっていう多分1億人ユーザーなんじゃないかなと思うんですよね PayPay ペペに関しては1億人ユーザーってもう快進撃ですよねほぼ日本の人が全員 PayPay ペペをインストールしてるっていう状況を作ったらもう,もう勝ちですよね完全にだって1億人の買い物のデータバンク取れるわけじゃないですかやばないですか <laughs> これはねちょっと楽天を追跡できますね本当に そう昔、楽天ショップと Yahoo ショップ、Yahoo、まあ、ショップもあって、Yahoo シ,ショップの出店者を増やすっていうことで、昔、多分6年前かな、出店の,その手数料を0円にするとかそういう、そういう施策もやってたんですけど、やっぱ楽天、やっぱ強いっちゃ強いんですよ。だけど、このね、一気にこの、アマゾンは抜けないかもしれないですけど、 楽天と Yahoo ショッピングに関しては、多分 Yahoo ショッピング楽天抜けんじゃないかなっていう、この PayPay の,ペペのこの荒技を使って、あとソフトバンクユーザーにもめっちゃ還元してるので、ソフトバンクユーザーに対しての還元とか、PayPay、まあの,ペペの本当のこの営業っていうのが、もうゴリゴリですね。うーん、まあ、今後注目かなと思いますね、PayPay ペペに関しては。すごいなと。うん。 だからそういうところも、いや、いや、電子マネーをね、昔、そのペイペ p が出たときに、何がペ a ペ p だと、うさんくせえなっ、つってね、あの、なんか、おじいちゃんがね、そのペ a ペ p ファミマでアルバイトしてる人に、なんか、毒吐いてね、怪しいんだ、みたいな、なんかやってましたけど、時代変わってるので、じゃあ、火百歩譲ってね、これ、紙幣が使えなくなったら、そのおじいちゃんどうすんのって話で。 まあ日本はすげー遅れてるので価値観も遅れてるからまあ紙幣は使えるっていう風なまだ何年も続くと思いますけどただ30年後ね紙が流通してるのかって考えると僕はね30年後とかはもう紙いらない紙なくなってると思うんですよねいらないですよね紙紙の紙幣っていうのがおそらくもしくはもう使えないまあまあそれは他のヨーロッパとかではもう,もう全部き、うん、なんだ キャッシュレスというか、もう現金使えませんよっていう風習になってるところもありますから、だから逆に言うと現金持ってると不便みたいなね。っていう風になると思うんですよね、今後は。間違いなく流れ的には。今の流れで、いや、現金の時代だっていう人いますまあ、未来を予測したとしてですよ。 ねまあ、現金派とかその電子マネー派とかではなくこれからの時代を予測して考えた上でこれから現金が主流になるのかそれとも電子マネーが主流になるのかじゃあこの2極に考えた時に絶対電子マネーだと僕は思いますねそれも考えてるか考えてないかじゃないですか時代の流れについて自分はこう思うっていう。 考えてるか考えてないかですね。じゃあ、時代の流れはこうなるだろうっていう予測、仮説を立てた上で、じゃあ、やっといた方がいいよねと。今のうちに使い方とかマスターしといた方がいいよねと。実際使って触れてみた方がいいよねと。うん。まあ、そもそもやっぱ、まあ、今回僕は運用に行ったの、運用をやろうと思った本当の最後のプッシュはやっぱ自動車税を PayPay ペペで払って、 あの1秒で自動車税をね、まあ1秒は盛りすぎかもしれないですけど、スキャンして、もうほんと3秒ぐらいですよ。3秒ぐらいでパンってもう自動車税払えたっていう、この利便性がすげえなと思いましたねうん。スマホでバーコードをスキャンして、出てきてタップ終了。もう税金納めるっていう。このスピード感覚はやっぱすごいなと。うーん。 だどんどんやっぱ時代は便利になっていくのでやっぱそれは止められないんですよだからリニアモーターカーもね2000何年に出るできると思いますけどどん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 便利にしていくっていうのはもうこれは止められないので今からそのクロマニオン人時代に戻るかっていうと戻らないですからそれは隕石とかがなんか出てなんか一回地球がリセットされたらわかんないですけどうん やっぱね時代は進化してますのでやっぱ脳を進化させるっていうことは大事なんじゃないかなと思いますね。いってらっしゃい。